はい、皆さんこんにちは、ミコミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は大丈夫の手術キットを、まあ、前回使ったんですけれども、まあ、あと7個も余ってて、かつもう期限内に多分育成できる選手1人くらいなんですよ。だから普通に特別な手術をやって7個使い切るっていうのは無理なんで、大丈夫手術キット持ってると多分早めに大丈夫博士に会えると思うんですよね。なので通常のパワーアップやってダメだったら消すっていうことを繰り返して、まあ、成功するまで手術キットを使いましょうということで個数を減らしていきたいと思います。でちょっと前に戻るんですけれども、編成的にはこんな感じですね。一応フリートサクチャレが始まりますので、それを見据えたデッキ編成になってます。で特効的にもう自分の手札だとあるやつでなんとかするしかないっていう感じなんで、まあ投手でやっていきます。で投手の方がね、まあ自分は経験点出せないんですけども、やっぱりパーセンテージが高いんで、特に今経験点がめっちゃ出るようなあの環境になってるんで、まあ、パーセンテージを高めた方が最終的に伸びるかなというところです。で、ここの5人までは一応自前で特攻1を揃えてます。で、特攻2のコンワカちゃんを借りてるっていうところですね。まあ、これで進めていきましょう。モテモテはやります。で手術やって、あと一応まあ無駄になっちゃうかもしれないけど、招き猫それなりにあるんで使っていっちゃおう。だから今もうさ、大丈夫の手術がリスクにリターンが見合ってないよね。多分特別な手術って言ってもコントロール5守備5とかだったからマジで投手微妙なんだよね。さて最初どこ行こう。あ、マントルはね今同役も連れてきてるからいないんだよね。とはいえシラス、東総学園どこがいいんだ。まあいっか、ちょっと一回マントル行ってサクッと逃げて経験ってどこで稼ぐかね。まあ基本はやっぱり船積みタックなんだろうけど、ここら辺のボーナスもでかいからね、まあ、結局経験点を稼ぐがいいっていう話になるから、まあ、招き猫持ってこなくてもよかったかなっていうのはあるんですけど、どこがいい？人が全然いねえな。同衛がいないからだ。同衛がここにいるから、まあ、最初の3ターンはちょっともう強化上げというところで割り切っていこう。あ、船積み来てる。しかも守備、まあ、守備1回来てくれるとだいぶ敏捷化すぎるからね、それはそれで一回やっとこう。体力がないんで最初の方でねコツが来てくれるとコツを踏んで体力回復できるから、まあ、メンタルか、まあ、今更来てっていうのもあるけど、溜まってなくない。あ、クロエが1溜まってんのか。まあいいや。でここはもうちょっと運んでもまあしょうがないっちゃしょうがないからな。サクッと次へ行こう。まあ3つ揃えておきたいっていうのはでもあるか。評価2人上げられるのとゴブがいるのか。やっぱり彼女ボーナスそれなりにでかいけど、まあ、逃走に行くかシラスに行くかエビルに行くか悩ましいところだけです。ちょっと3色揃えよう。逃走を諦める。これは何がいい。あんまり投手やってないからねよくわかんない。パワーも魔球、これはおだてて2回目で強心臓を取ろう。前回しくじったからね、新強心臓を取りに行くとか言って取りに行かなかった。あ、今ちょうど鐘が鳴ったのか。じゃあここでいいや。であとどこで開眼できるかっていうのもね経験点的になかなか重要だからね。海岸ってここは
パワーアップしたい。お願いします。頼みます。大成功したんだけど。ほらほらほら、絶対こっちの方がいいじゃん。まずフォークの変化量が上がりました。で球速3、コントロール4、スタミナ4で肩守備補給4じゃん。もう絶対こっちの方がいいじゃん。てかこれ大丈夫博士キット使い切れねえな。これ何がいい、現代劇でいいや。経験点か、結構もらえたっていう。これもまあいいんだけどな。ここ2人いるのがいいよね。稼ごう、合同評価を稼ぐ。金属は全然進めてっていいと思うんで。で電磁とまあ、あれだって名人も5つ、キリルが完璧に上げられるのかは。ああパワープラス、スマルスここにしよう。変化球で体力回復させて、体力はあるから野球、重い球もいいね。ここに来てくれた。しかも人がいっぱいいる。してない、いいやつ。序盤でいいやつ手に入れられるのはかなりでかいよね。ちょっと待ってね、10月の2週か。2回粘るのはありかもしれない。死ぬな、これ。死ぬから出航しよう。上がマントル来ちゃってるのか、ダンジョンとレイマッスルもなんか微妙なんだよな。バンプも微妙だしな。花丸で技術稼げるか。混合連合は変化球全然稼げないけど、まあいいや、ちょっとアスレティスに行こう。目的地号なんかちょっとあんまり考えてない、先を見据えてっていう感じだからな。で11月から海賊が来るんだっけ。上の意外な一面よくわかんないけど、意外性68、リフターだけか、まあ、こちらね。経験点はもう適当にさばいていくのがいいと思うんで。来てるね。あ、じゃあもうこれ回収しておこう。1回、赤6、8とかになったりするけどね、多いと。で海賊来ました。どうなってる、8とか。メカニックスが8だし、6ってどこもいけねえじゃねえかよ。これでいくと480か。パワーの評価も上げられるのか。これ回収しときたい気もするけどね。これなんていうの、この人スカミエちゃんっていう。結局3色欲しいから、そうすると変化球を1回どっかで混ぜとかなきゃいけないのか。じゃあ諦めよう。次へ行こう。これで夢もまあ進めておきますか。ちょっと見るだけ見よう。あ、ここ300、これくらいだったら。でもどうなんだろうな、もう出航しちゃってエジプトに行って、でまあ、アンドロメダとかエビルあたりに行きますか。しょうがない。ここら辺どういう方向が来るかっていうのはやっぱり重要だよね。まあ、金属関係は全部行きます。今フォーク持ってんのか。そういえばだったら普通通り。おお、2人いる、いいね、やろう。ちょっと待って、そろそろ精神が溢れそうだな。なんかあげとくか。伸び、で精神は結構取れるから、大金とかも普通に自家流しちゃっていい気がするんだよな。精神系はちょっと全部抑えよう。
根性、知り上がりのそれなりの精神使うかね。3来たものはちょっと取っとくでしょ。バント封じは1で取る。であとは勝ち運取って投資、これくらいでいいや。で出航見てアンドロメダが4か、ちょっとアンドロメダに行きたい気がするな。そうすると4だったら1回練習すればなんとかなるでしょ。ほんわかちゃん1人か、なんか微妙っちゃ微妙だな。だったらダラちゃんの評価を1上げるっていうのはありだな。でパワーの魔球、これを物で釣ると強心臓なので強心臓は取っちゃいます。さてここで8、あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。これは良き選択だったけど、で一応いけるのか。スタミナこれ400取れるんだったらでかいよね。でも400取ってエビルを捨てることになるからやっぱアンドロメダに行くか。はい、これでも4色持ちになったから経験点は結構稼げるんじゃない。でピッチング練習して別に二刀流は目指さないんで、でアンドロメダ行ってアイドルぶっ倒して、ボーナスもらって2人満タンで、いくつくらいこれで2000は行ってないけど1500以上は行ってるか。これもやって飲もう。で海岸か、まあ年内中に海岸してくれればまあ俺的には投手はいい感じかなっていうところ。ちょっと100くらいも投げとこう。あ、100までいかないか、100ちょうど。で100から101に上げるの6060だからもう今返してって感じだよね。大丈夫、何が上がるんだ。そもそも忘れちゃった、球速は確か上がんなかったと思うんだよね次のイベントで。スタミナで、まあ、落合くんもいるから、あーでもコントロール美味しいな普通に。やだ、でやめておいて、でこれ一番上なんかのコツが取れた気がする。他もなんかのコツ取れると思うんだけど、初詣はもう評価下だからモテモテに。これさガチでモテモテが来るとさ評価上がんないからね、ひどいよね。評価が上がってほしいんだけど、名教5、高槻5、アスレテースが7。先を見た時にまあエジプトがだいぶ溜まってってるからな。エジプト行きたいっちゃ行きたいな、まあ、一応エジプト目指しつつっていうところで、変化球が191だけど、これ取っとこう今のうちに。これちょっと上がるかで3色揃えたいってなるとこっちかこっちだけど、経験点考えるとこっちだな。2人いるし経験で多分もうどれかがあぶれるよね、どう考えても。必死な覚悟で天地を信じてデカマンに挑戦はもう次出航するから体力上げる必要はないんで、適当にコツを回収しておくか、まあ、コツ回収する必要はないんじゃないけどね、経験点は使わなきゃいけないから。うん、あふれてるわけじゃないんで大丈夫です。迷宮に行きますか。それなりに評価を稼いだところ、いいねいいね。
で、これ野球以外にすると投打躍動が入るので、まあ、敏捷ポイントの節約にはなる。でエジプトが3か、3だったら、まあ、スタミナ変化球どっちかは切ってか、桃花ちゃんまだ乗ってねえし1回やっとく。400か、いやでも400はでかい。タスクなし400はね。これさ、くれるのバレンタイン、なんかくんなそうじゃない。あ、ほもかちゃんいるわ。あふれることは多分ないから大丈夫。これでほもかちゃんの強化も上がって、バレンタインくれて、バレンタインで強化が乗って、ようやく告白が来ると。まあ、そんなに別に告白急ぐ必要もないんだよ。で、ああ、さらにこれいけるか。ただただただ、次出航で、エジプトはでもワンターン、余裕はあるのか。それを考えると、変化球を全然上げてないから、じゃあせっかくだからフォークは7にして、まあ通常通りでいっか、スライダーやって、カーブを覚えて、で球速を上げられるところまで上げて170、ちょっと上限は止めておく。でも金集めとくべきか。あ、ここ金がないね。金ないんだったらちょっとやってみる。ワンターン、で夢が最後今日やって、これは2回目か。重い球、重い球とか別にって感じなの。でこれでここやって、しのれみちゃんがいる。で必死に運び込んでコンテナをちょっとでも増やそう。で一緒に頑張ろう。投打躍動。さあこれでエジプトへ向かおう。ちょっとあんまり評価稼いでないよ。まあまあまあ、でも技術がだいぶ入るか。クロスキャノン見せたよ。どれがどの金属の条件なんだか分かんねえし、割と適当にやってても入るだろうっていう心境心理が来て、まあデートは最後にできるからね。でちょっとやっぱ精神が溢れてんな。技術精神か。ミートでもあげる、暇だし、まあ、金属そんな使わないから S にしよう。S に持ってこう。おお、3つ並んでるね。天空中央が1か。天空中央ってどんな感じなの。まあまあまあ。で裏金剛か。裏金剛だったら天空中央裏金剛で終わりかな。コントロールを揃えておきたいけど、筋力欲しいんだよな、言っちゃえば。いや、もう一回来るはずだ、コントロール。1だったら、1回練習すれば大丈夫だから。で、ちょっとここ。コンテナもね、結構重要だから。まあ、フォーク覚えてなかったら、やってもよかったけど。必殺火消し人ってさ、なんか被ってなかったっけそういえばここじゃあやっておくか。でもうちょっと体力ないから一回回復して、デートして回復できたわ。まあさすがに自動デートまではね組み込めないからね。でまあここですね。こっちやっちゃうと、まあ、3色になっちゃう。じゃあ3色にならないんで、でヌービスもこれで満タンになったんで、で何も来てないからもう行
ちゃおう。天空中央へ行こう。溢れます。精神だな、多分精神が溢れんだな。強心臓取るか。これでどう？大丈夫。で200200でしょ。天空ボーナス入って3つボーナスが入って、彼女も2つ入って、海賊がまあ入って、これで300350くらいか。どうなんだろうな。コントロールが2100120150くらい160くらい、わかんないけど微妙だよね。そう考えると、じゃちょっとここ揃えちゃおう。てか22って結構だな、結構使うね。で、まあ、3あるやつはじゃあ取ってきますか。ちょっと待って、打球反応それでも結構だな。重い球、玉の木立さん、クロスキャノン、要所、登板、安定、安全圏。ミスゼロはコツがないから、マインドブレーカーなど、どっから取った、誰から取れるんだろう、全然わかんねえ。火消し、やっぱりこれかぶってるよ。縛り、前回アウトロー、東大躍動とか、別にかぶっててもいいっちゃいいんだけどね。こうやって経験点は結構さばいたんで、また見つつ、混合連合に、混合連合が最後になるかな。まあ、先にやっぱり稼げるときに稼いでおこう。赤を。評価上がってくれ。で、970。はい。このマックスがどれだけ来るかっていうのも重要だよね。練習したいから体力を上げておく。で、何にも来ない。8あるな。2人いるな。やっとくか。うん、体力上がった。よしとしてか。こいつで上がんのか。え、これどっち？よくわかんねえ。カラオケでいいや。縛りか。で、金剛が一旦余裕あるから、これまあやっとくべきでしょう。900か。でかい。そして、本岡ちゃんもいる。で、一気にやる気が上がって。あー、見といて、美味しいね。これは美味しいね。どうなの？行くべきかって言われたら、暁かメカニクスになるのか、最後。なんか微妙だな。ここで粘るか。ここで粘ろう。はい。今、ラブパワー中だからね。回復してくれ、さらに。おにぎり、うまい。で、リリーフとか。一応やるか。ちゃんと投げよう。さあそこから逃げ玉と、あ、じゃあ本塁打元気も大丈夫か。打ち味噌とかなんか取っちゃっていい気がするな。内角ってそんなに高くないね、100ちょい。でもコツって今大体そんなもんか。投打躍動も取っちゃう。まあ、あと、開眼させて、経験点さばいていくというのも、ありだからね。さあ、俺の出番、来た。フォーク。ゲッ危ねえ。あ、そっか。進塁されたら、続くんだ。カーブ。完全にタイミングを外したな。頼れるべきはフォークだな、やっぱり。同点かい。試合経験ってもね、やっぱ野手に比べると全然取れないし、なかなか難しいところだよな。逃げ球か。もう来るね、技術めちゃくちゃ来るね。ちょっとさばきたいはさばきたいね。そうすると弾道を上げてミート上限アップできるんだ。
って上がんないよね、どう考えても。うん、上がんない、上がんないです。いや、打てる、打てる選手になる。若干二刀流チック感が出てきたけど、ひたすらここいいな。そしてデートも進んでいくね、意外に。で最後メカニクス鉄腕、やる気が上がった。で1ヶ月ここで練習することなのか、なんもねえし。これ全部ねゼロ、意外にタックだった。敏捷ももらったな。これもコツもらえるよね、制圧か。あれこれ中身も4回目とかじゃん。で金縛り取って敏捷は大丈夫なはず。制圧回収して、金縛り回収して、まあまあまあ余ってるね。敏捷鉄腕も安いよな。で変化球のカーブをバーッと上げて見て、スタミナ上げて、スタミナは時間でとか最近気にしなくてよくなってるからね。経験点がなんかそこまでの時はさ、やっぱりスタミナの時間でもかなり美味しかったからさ、考えてやってたけど、なんか今もう別にってとか、変化球結局デート終わったわ普通に。で最後のデートでも敏捷ポイントくれっからね。なんだよもう、なんだよ全然わかんねえよ。じゃあ左キラ取るか。あれ最後コツくれるっちゃくれるんだよね、打球反応取ろう。じゃあ漏らしてるやつ、漏らしてるやつ、なんもねえわ。拡張能力全く上げてねえな。核でも上げとくか、核銃でいいやとりあえず。え、まだ超える、何が超える、技術。あれこの核って技術使わなかったし、ちょっと筋力不足な、普通に やったとすると。で技術が余ってるっていう感じか。でちょっとデート見とくと、もう別に大丈夫なんで、まあ、ちょっとでも経験点を稼ぐために休息いいね。タックの編成的には結構、なんだっけあれ、筋力稼げるキャラ多いと思うんだよね。てかチケット使っちゃったからチケットがない。なんだっけ強化すると、あれ俺もしかしてリリーフだった見てなかったけど、それともようやく最初の場面が来たのか。監督許可全然上げてないからね、と分かんね。リリーフだったのかリリーフじゃなかったのか。お、球速来てんな。ここで監督許可、あでもさっきで142になったのかって考えると、めっちゃ来るな球速やっぱり。たださすがに寝よう。もうでスタミナも、まあ、稼げるといえば稼げるけど、こっちでもいい気がする。スカートさん評価で俺の球速を見よう。見てくんない。どうなってる分かんないからいいや。まあ、実際やるときにはモテモテでもないし、持ってくわけでもないし、4回からちゃんと投げてるわ。投手って難しいよね、マジで。めちゃくちゃ打たれんだけど甲子園に入ると。
全力ストレート171キロ、だいたい171キロ、高校生がどうやって打ってくんだよマジで。こんな緩急のあるさ、カーブで142キロ出るんだよ、めちゃくちゃ速いよね。あれ走られたの、これカウントが途中からになってる。55か多分満点だよ。メンタル、あーまあ経験点だけがないんだったら体力も減ってるし、けーまたコツがあったのか、知らなかった。じゃあちょっと取れるものを全部取っていきますか。速球対抗心、変化球対抗心、まあ敏捷もあるし、いや敏捷でもクイックで使うからな。上から取ってこう、左キラークイック、でも取れねえ、クイックマジで重いな。そう考えると9の切れ味、牽制、緩急、低め、ジャイロ、筋力不足だ、打ち無双、ストライク、手応え、順応、あれ玉、あーじゃあこれだな、どうせクイック取れねえんだったら回復も回収しとくか。で変化球がなんかまあもう一個くらい覚えられそうだな、そんなに上げられなそうだからこのままに置いとこう。チェンジアップくらい覚えとく、緩急をつける意味として。フリーと先制点を防ぐことができるか。154キロでさ、こんな落ちるフォークをさ投げてくる、それ打てないよね、それは空振りになるよ、気持ちはわかる。カーブもこんなね隅に決められたらね140キロで打てませんよ。フリーとここは先制点を与えたくない。どうやって打ってんのよ。一塁二塁ってことは2人に打たれたってことでしょ。高め、空振り三振、どうよ最後来たんだ。ここはなんとかしかもワンアウトランナー一塁三塁という場面で平山見送ってストライク、フレで追い込みました。フォーク落とす、フレ投げた、ボール、もう一回投球、これから5球目のところ低めに見逃し三振、結構危なかったけど、でもさ連続投球みたいな能力があるからさ同じ球投げてもよくない。それ以外危険性の方が強い気がするんだけど、どうやった32、32か、まあまあですね。お待たせいたしました。フリーとピンチを迎えました、ワンアウトランナー一塁二塁という場面で渋谷、ライン9投げた、キャラとしてはうんこだけどさ、見送ってボール、さあ4球目、対戦キャラになると打ちました、危ね、噛みました、怖い、ブとかね、またお前か、ノーアウトランナー二塁という懲りずに出てきた、ね、誰かムード丸持ってんだ。お前なんて3球三振で消えろ、消えろ、低め第4球を打ちました、クリーンヒット、ボールは中継、激闘1点返し、やばい、ツーアウトランナーマジでやばい、これという場面で松尾、今日はここまで3打数ノーヒット1三振、アウトコース低めいっぱいストライク、3球目空振り、1球1球に魂を込めて投げ込みます。マウンド上は最後方向落とす、第5球ひどいんだけど、フリーと最終回で追いつかれました2対2、取れたらねピッチャーはね嫌なんだよ。投げたストライク、第3球はボール、ムード丸すぎだし、ね、打ちました、こういうポテンヒットがマジで抑えられないんだけど、フリーと土壇場ここで勝ち越されてしまいました。激闘、貴重な1点、3対2、負けたな、ここで投げました、ボール投げました、低め、まあ抑えた、抑えた、9回勝った、行かれてんだけど、フリート2回戦を激闘すぎだろ、あ82もらえた、今回のことは覚えておきますよ、そりゃあさ。じゃあ最後の練習は特に何のタックもないので、これでいいや、筋力をちょっとでも稼いでおこう。さサクッとサクッと打たれよ、マジでどうやって打ってんだよって感じで、ノーアウトとかさ、ピンチを迎えます、ノーアウトランナー二塁という場面で、まあミート A パワー、いきなりピンチを迎えています、流し打ち、どうだ、ライト前ヒット、打球無理なんですけど、ゲノム早くも先制、1対0、二塁だか、さあ次の投球、チャンスボールを打ち出し、第3球を失投はしたくないよね。さあ4球目、
4球目ストライク、第5球落とす、打った、痛烈な当たり、抜かれたし、しかもゲノム、さらに1点追加、2対0威圧感持ってんじゃん、こいつ。第2球2球目ストライク、これで追い込みました。3球では仕留めないけど、投げた、ストレートはもう171キロ見せてんじゃん、三振、まあ、それは打てないな、これは。頑張って点を取ってくれた。ここは失点したくない。ツーアウトランナー1塁2塁という場面で姿、ボール、投げた、ストレートによってストライク、マジでわからん、投げました、内角低めいっぱい、見逃し三振。とりあえず端に適当に投げてくって、それだけ。フリーとここはノーアウトかよ。ノーアウトランナー2塁という場面で諏訪、今日2打点を挙げています。S 第3球を投げました、ストライク、追い込んでいます、投げました、ボール、第5球フォークで投げました、インコース低めいっぱい、見逃し、スタミナがなくなりそうだな。フリーとここはなんとかしのぎたい。ノーアウトランナー二塁三塁という場面で平山、新海だって、流し打ち、これは左に切れていきます。キャッチャー持ってるかな、打ちました、これは無理だ。交代、ワンアウト、ゲノム、点差を2点に縮めました。ノーアウトランナー二塁三塁となりました。スタミナって結構出るんだっけ。今日2打点を挙げています。根性で投げ切れ。第3球を投げた、精神悪かった、ボール、投げた、高め、ストレートは外れても、投げた、打った、流し打ち、わファール、食らいついてくるから、空振り三振、バットアウト、フリート。まあ一応勝ったけどさ、62とか微妙だよね。先発、まあエピローグでも期限点はもらえて、セーブ機会ピッチャーなぜか経験点いっぱいもらえる気がするんだよね。で3万5千、まあピッチャーにしては良かったかなっていう感じですね。多分まあこのくらいの経験点で自分は落ち着くと思いますので、あと何と、とりあえず精密機械か、取るもんは取って、まあ、クイックが取れなかったくらいなんで、中継ぎってどう、あ2つは取れないか、いや、死能力でも上げとく、パワー C くらいまで持ってけそうじゃん、全然持ってけんな。で敏捷を、敏捷とあれを使わないやつっていうか、変化球上げられんな、変化球第2ストレートを持っておきますか。で、まあ、せっかくだからスクリュー、サークルチェンジも持っとく、いやスクリューやけど、3、これであとはなんか意外性なぜか取ったかな、結構技術と精神だけっていうのがないね。守備職人でも取っとく、守備でも上がってるから D になってんだけど、打球伸びとかアベレージヒッターとかいいんじゃない、完全にミートを開いていこう、こいつは。アベレージヒッターは敏捷使うから無理だ。じゃあ諦めよう。広角打法か。拡張能力、結局筋力使ってるから、あんまりさばけなかった。あと、開眼してなんか取るっていうのはありだと思うけど、まあいいや、これで。というような感じですね。PF の2か。名前をいつもランクにしてるんで、まあ、とりあえず大丈夫博士のあれだよね、なんか手術がもうそこまで恩恵ないよね、リスクに合ったリターンがないっていう感じで、死んじゃうじゃないですか、要はその失敗すると、その死んじゃうっていうリスクに対してリターンがちょっと今少なすぎるよね。まあかといってね、大丈夫博士像ありきっていうのも考えものなんで、まあ、金徳もらえるとかくらいなんか追加してくれてもいいような気はするんですけれども、まあ、とりあえず、手術キットは多分だいぶ余ることになりましたというところで、来週のサクチャルは、まあ、投手1人、野手で1人くらいちょっと作ってみて多分終わりにはなると思います。というわけで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。